ボッシュ、お前な、いきなり飛びかかってくるやつがあるかよ。でも教官、俺が教わりたいのはこういう実践的なやつなんだよ。こんにちは、お二人さん。そうね、なまってるわよ、リーフェン。パソコンで遊んでばかりいるからね。遊んでないもん、ジェジェが強すぎるんだよ。てめえは今のやつの仲間か何かか。まあいい、今のやつはこういうカバンを持ってたよな。なあ、これはな、うちらの大事なもんだ。やつを知ってるなら来い。ルキウスはお利口なライオンでね、めったに人を襲ったりはしないが、臆病者の匂いは嫌いらしくってね。わざわざカバン持ってきてくれたんだろう。俺が話を聞いてやるよ、上がってきな。ボッシュってのはてめえか。残念だけどお仲間は来ないよ。私が先回りしたんでね。オーケーピーポー、踊ってるかい。おいえおいえおいえ、このまま夜までご機嫌に。しょぼくれた顔すんのは。お前大丈夫か。あなたノービスリーグに出場するの。そう、強いのね。でも何のために戦うのかしら。見てください、ここメトロシティ。マイク・ハガー記念スタジアムに若きファイターたちが集いました。今日はこのスタジアムの本格オープンに先立って開催されるノービスリーグの模様をお伝えしようと思います。というわけで、ハロー良いこと、それ以外のみんな、エターニティです。私には勝たなくてはいけない理由がある。なんだ。まだいるじゃねえか。言っただろ、このジェイミー様からは逃げられないってな。あなた、投げられ役としては悪くなかったわ。特別にもう一度投げてあげましょうか。おろおろ、え、もしかして投げられるだけじゃ満足できなかったかしら。バカ野郎、後先考えずに技を出すな。スモージャヤエドモン回転試合。手配データには該当なし。当たらない攻撃に意味はない。動かないで、その辺うかつに触らない。警報鳴らされたらこっちも迷惑するのよね。そろそろ俺の部下が戻る時間だし。やめろ、チャンディ。ルドラ様って呼べ。あ、お呼び。侵入者ぞよ、マッドギア。わかりました、ルドラお呼び様。私のこともチャンディちゃんって呼んでほしいって。なこと。大したベルトじゃありませんね。美術品のようなものと違って、これ自体にはさほど価値がない。チャンピオンベルトの価値は、それを腰に巻くに値すると認められた人間の方にある。そうじゃありませんか。
おめでとう。あなたは私を倒した。そうだな。ああ、決勝を制したのはメトロシティ。高三のギャング団が存在感を示した。テッドからか。力を振り絞り、力だ。俺はいけるぞ。あれ、気合だ、あげろ。じゃあ俺、もう少しあげたらいいことがあるぞ。いいじゃん。焦らずともよい。己のペースで修練を積むのだ。